ってんのかお前。久しぶりにこの曲やります。
私その2公演目なんですよ今日が。はい、なので、ね、アナルライライさんがなんか用意してくれたらしいんですよね。何を？私たちが2公演でお腹が空いてると思って。やっぱりさ食べたいじゃんお寿司。そうなんです。なんかさっきが食べたい、お寿司食べたいな、ストーリーでなんかお寿司屋さんから言ってたから、公共寿司を、公共寿司買ってきた。やったー、やったー、一人だけわさび寿司を聞いたことあるんですけど、一人だけ美味しいって初めて聞いたよ。見て、めっちゃ良さそうだ。4人中3人が、あーじゃないのよ。私わさび苦手なんです。一人だけ美味しい、一生のある食べ物です。ここから地獄ワンマン
ということで全員に全力でお金を打ってもらおうと思うんですけど、全力でできなかった人にはきついお仕置きが待ってるので全員頑張ってください。お金できない人は、お金できない人は一生押しちゃってください。押しちゃん OK？
地獄をね、いっぱい見てると、まずこうもみくちゃになっとるオタクたちとか全裸のね、オタクたちを別に見せられてもう地獄じゃないですか、まずみんな顔やばいし、なのでちょっと1個天国用意してあげたんですよ。優しい、本当にいいと思う。さっきさ、お寿司で騙されたからもうあんまり油断はできない。さっきさ、お寿司、マジで見てください、こちらアマゾンギフトカード。1,500円から50,000円の、何しんたら感じあるかな。福袋にさ、お宅の福袋にアマギフ1万円分入れてた。そうそう、マジガチで入れてた。なんなら1万円で販売してるやつに1万円のアマギフ入れてたの。今日は何や、内緒、内緒、今日内緒です。欲しい、ちょうだい。じゃあこれは次、じゃあ3曲私たちやるんですけど、はい、そこで一番高まったなってメンバーが思った人に MVP、 下出ちゃう MVP、 オタクを頑張った人、もう一番やべえやつ。いや、分かんない、見た目じゃないよ、見た目だけだね。行動でしょ、行動、行動、ダメダメ、そんな
属ね、勝つ勢いでいかないじゃん。最善の女が覚醒するかもしれない。そうだ、覚醒するかもしれない。目で見てる人とかがすごいかもしれないよ。上の人飛び降りてくるかもしれない。やらないですか。勝つのはいいですか。イエーイ。 OK、 行ってみましょう。全員かかってこいよ。
りがみんなの頑張りが伝わってきたかなと思った、はい、なんでわからん、何回か叩きたかったんで思ってきないたってなって、みんな頑張ってました。はい、じゃあ誰が良かったと思いますか、メンバー。天木風、私用意してくんで、誰か、ほらほら、誰本当の地獄よ、これが。本当にどうしようもないことが地獄だった。やばいです、見てください、基本地獄です。早く開けてこいよ、やばいよ。じゃあ終わりです、誰が良かった。でもやっぱりみんな良かったんですけど、じゃあ1円ずつ1,500人、5万人に配る。じゃあ3人くらい良かった人いたな。でもじゃあこれ取り合ってもらおうよ。逆境でトンネルの時に、うん、おいでってやったら来てくれた人とかめちゃくちゃキモかったよ。キモいでしょうで、ね、よかった。え、じゃあ殴り合いさせる、ここで。で、次がすごい綺麗なツーステを踏んでたお宅がいました。あと、あそこにぶら下がってたやつ。あ、いました、いました。あれ該当者ブラ、もうだってずれてます、トランクスターズやりましたね。ずれてます、はい、途中で気づいた、もうあれちょっと直したよ、これこれちょっと気になる。ちょっと直したよ。え、誰誰それは。いいね、それは誰なの。ちょっと直してポイント稼ごうとする。マジ猿みたいなの、おらん、おめえやまたや。じゃあ渡すか、かまいる、これか、もう一人よ。じゃあじゃんけんしようよ。いいね、先生と先生。じゃあトンネルの、トンネルキモい、トンネルのキモい赤い枠線。あとは、あとはね、最後の曲なんだろう。UFO、 UFO、 UFO、 UFO で、なんかヤバかった、推薦の人、もう忘れた。この人ヤバかったみたいな人おる、なんか見えとるよ、あれ。もうさ、ちなみにさ、あんまり目立ってなかったよ、それな、この風の割には、これの割には見た目ないし、自らハードル上げてるからしょうがないわ、それは。え、ぶら下がってた人でいいんじゃないですか。ぶら下がってた人、お、いいじゃん。じゃあここで3人でじゃんけんしよう。なんかヤバいの3人で、ヤバいの3人だと、みんなから、じゃあこの中で一番人口を早く出した人、シュン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 、早く早く出せー、せーの、頑張れー。あーしょうぶな、しょうぶな、いや、人口見えた、しょうぶな、あげるの優しい、あげるの、ジャッジ優しい、今度はかわいそう、この子は、かわいそう、自腹、自腹でチンコに負けた2人だよ。焼肉を持ってあげて、焼肉を持ってあげて、焼肉とテキーラを持ってあげて、ありがとう。今何呼ばん、僕たち何て呼ばれてる。やばかった、すごい、なんかフルフルみたいな、そっちに乗せないよ、こんぐらいでした。あー、ありがとう、仕事おった、頑張れ、超絶地獄でしたよ、ほんとに。ありがとう、よかったよ、よかったよ、みんな。でもね、今日初めて多分来てくれた人も多分多いんじゃないですか。どうですか、うるさつけ、うるさつけ、そう、ほんま初めて、ほんまにありがとね、ほんまに。なんか、あそこに申し訳なさそうに脱いでる人いる。なんか、お前だよ、熱いもんね、後ろ向けないや、とりあえずなんか、自分の乳首滑っちゃった。でもね、今日ね、あの、地獄のオンラインライブ、一箇所目なんですよ、実は。私たち、こっからですね、東京と大阪と広島でも地獄ワンマンやります。イエーイ、イエーイ、なのか、全通する人、ほんと、えらい、ほんと、ほんと、ほんと、じゃあさ、みんなでさ、最後まで地獄見ようね、ありがとう。あれ終わり、終わり、天木風あげたから終わりでから。じゃあさ、アンコールで戻ってくるまでにさ、一番面白い顔だった人、もう一枚天木風。あ、あげるあげる、いいよ、じゃあもう一枚 あるからあげるよ、じゃああげる。じゃあアンコール期待してくるまでに、みんなで協力して書き合ってあげて、一番おもろい顔だったやつ優勝で、みんな期待してる、まず期待してる。動きとかも大事だから、アドバイスするとなんか動きとかも大事。そうそう、結構ね、うん、私結構ね、センサーで仲良くした人いるんだけど、仕事されたね、どこにいるんだっけ、もうやばい顔で、どこにいる、どこにいる。じゃあ任せましょうか、じゃあ任せましょうか、はい、じゃあアンコールまで頼むね。ライラちゃん何書かれたの。愛、あ、まだ可愛いじゃん、可愛い、もう可愛いよ、愛って書かれてる、愛って書かれてる、可愛いよ、可愛い、何イチャイチャしてんだよ、公共の場で。じゃあ別に泣き泣きじゃ
今から出てくるまで一番面白い人の優勝ね。はい、それでは一旦帰ろうか。一旦帰ろう、はい、では今日は名古屋地獄は松尾一発目、ありがとうございました。以上私たちブラックスターズでした。